長沼県長沼県長沼県 ?1930 年9月5日から2008年6月2日は、広島県広島市が各袋町出身の元サッカー選手、日本代表選手、元日本代表監督である。1994年より、第8代日本サッカー協会会長を4年務め、その後同協会最高顧問の他日本フットサル。 連盟名誉会長、日本ハンディキャップサッカー連盟会長、日本体育協会副会長、埼玉スタジアム2002場長、NPO 法人日本知的障害者サッカー、支援機構顧問を務めた。生まれた年の1930年は W 杯の第一回大会が開催された年でもあった。実家は、広島の老舗電気工事業、長沼電業者。 祖父の長沼和志蔵は、鴨郡、群、味噌の境村、現、東広島市出身の広島藩市で、母親戦争の際に結成された、新機体の参謀。明治維新後、広島県警察部に奉職し、刑事係を務めた後、数々の事業を起こしその一つが、長沼電業者であり、後広島有数の実業家となり、広島市議会議員などの要職を務めた。父親、 実験もサッカー選手。広島は野球が非常に盛んな地域であるが、進学した旧制広島高等支配学校付属、小学校、現、広島大学付属小学校には野球班がなく、小学校時から自然にサッカーを始めた。1945年15歳の夏、原爆投下の日には、広島市内中心部にあった学校での防空投板が前夜にあり、 当日7時までいて、その後8キロ西北の疎開先、現在、広島ビッグアーチがある付近、沼田、現、浅く、沼田まで、自転車で帰る途中、家に着く直前被爆した。ちょうど山陰に入って、ところで一命を取り留めた。30分帰りが遅かったら、直下だった。1週間後、帰ってこない村人の捜索のため市内に入り、地獄絵を見る。 あんなにたくさんの死体を一遍に見た人は世界にもそんなにいないと思いますよ。それも誰が誰だかわからないんだからと話していた。多くの知人、給油を亡くし、自らも亡くなるまで白血球型で苦しんでいた。そのため、被爆者手帳を持っていた。後年、海外遠征すると、お前のネイティブタウンはどこだと聞かれ、広島ですと答えると、みんな原爆のことは知っていて、 お前はなんで生きてるんだと驚かれた。外国では広島市民は全員死んだという認識であったという。終戦後、焼け野原となった町で、グラウンドの整地、食料調達、機材の作成などを自分たちで行い、一個だけのボールを縫いながらサッカーに打ち込み、ボールを追った。戦争で中断されていた全国中等学校選手権、現。 全国高等学校サッカー選手権大会が1947年に復活。長沼は旧西広島高等師範学校付属中学、現広島大学付属高校の ASFW としてチーム戦後初の優勝に導いた。チームは相手の今日つくパスワークに抜群のさえを見せ、ボールを両足で自由に蹴れるのはこのチームだけだったと言われている。 特に FW の3人、後、アジアの黒表と歌われた木村源、樽谷慶三、長沼の速攻は、当時の学生レベルでは止められなかった。5から0、4から0、5から0、7から1と4試合で21得点を叩き出し、得失点差は20、決勝戦7から1のスコアは、戦後最多得点、及び大会最多得点差記録として、現在も残る。 同チームの右ハーフバック、HB だったのが、ヤンマーディーゼルサッカー部、現、セレッソ大創設者、古川農賞。この大会の初戦で、後長らく名優となる、東京都立後中学、現、都立小石川高校の岡野俊一郎と、対戦している。翌1948年、国体でも優勝。1949年、長沼ら、 新生広島高等支配学校付属高校のメンバー8人が卒業後、関西学院大学入りし1950から1952年、関西学生リーグ3連覇、1950年大学王座、漢学の黄金時代を築いた。漢学への進学は、親戚の手島志郎のアドバイスによるもの。1950年は、長沼ら現役大学生メンバーと、 ときたまさのりら OB を加えた全環学が、全日本サッカー選手権大会、天皇杯のみで、慶応義塾大学を6から1で下して優勝。1953年、関西学院大学を卒業すると、さらに大学でサッカーを続けるためと、電気関係の家業を将来継ぐためもあり、関東学生リーグで、前年に出会った、中央大学の3年、学部は、当時の工学部に変。 4年時には首相を務め100人の部員を統率し、全日本大学サッカー選手権、大会2年連続準優勝に導いた。中央大学時代の1953年には、西ドイツドルトムントで開催された第3回、国際学生週間、ユニバーシアードの前身に、初めて日本学生代表として、岡野、平木隆三ら17名と参加、約2ヶ月にわたって、 ヨーロッパを転戦した。これは、竹越茂丸技術委員長の提唱で、日本サッカーの復興のため若い人の視野を広げて、将来に役立ててもらおうときとされたもので、試合、ホームステイのほかオペラ、美術館などを見て回った。しかし当時の宗教協会には、金はなく、参加費用は、自腹、個人負担、出身校や都道府県協会の募金だった。この頃ドイツの街も、 まだ戦果が生々しかったがあちこちに見事な芝があった。日本には神戸と横浜の外国人クラブにしか芝のグラウンドはなかった。1954年には日本が初めてワールドカップ地区予選に参加した第5回スイス W 杯予選の日本代表に選出される。3月7日スイス W 杯予選グループ13初戦の行きの神宮競技場、現、 国立競技場の対韓国戦で記念すべき W 杯予選における日本代表の第1号ゴールを決める。この試合は日韓宿命の対決サッカー日韓戦の第1戦第1号ゴールでもあった。この頃日本サッカーの目標はオリンピックであり、長沼はワールドカップとは何かよくわからずやっていたという。この頃の日本サッカーはそのような時代であった。 中央大学卒業後の1955年、家業が小賀電工の製品を東洋工業、原松田や中国電力に収める仕事をしていた縁故もあり、当時関東実業団リーグ2部に転落していた小賀電工、現ジェフユナイテッド市原、千葉へ入団。当時の小賀電工サッカー部は、総部10年を経てはいたものの、アイスホッケーの選手も混じる同好会レベルのチーム。 本格的なサッカー選手は長沼ら数人だけだった。この頃、社会人スポーツはまだ熱気がなく、スポーツは学生までという考えが、日本では主流だった。古川は、他の企業よりもスポーツに関して理解が深く、社員の士気を高めるためにと、社長が号令をかけて、バレーボール部とサッカー部に力を入れることになり、サッカー部の強化を一任されたのが長沼だった。 スポーツは学生までという考えを改めなくてはいけないと毎年毎年いい選手を取ってくれと会社に要請した。車業が第一、毎日5時まで仕事をして練習となるが自前のグラウンドはなくボールは蹴らず皇居の周りを何周も走るだけ。二十橋前の手入れの行き届いた芝生公園を見ながらあそこで蹴れら気持ちがいいだろうなと思いながら走った。 ボールを蹴るのは週末のみ、毎回違う郊外のグラウンドを借りて、ボールを蹴った。ここでもエースフォワードとして活躍し、すぐに、関東実業団リーグ二部優勝、一部昇格に、導く。長沼を中心に何か始めるらしいと知った、平木隆造は1957年、湯浅電池を円満退社して、小賀電工へ移ったほどであった。長沼は、 小賀電工に入社した1955年に読売新聞社の講演で新設された全国都市対抗サッカー選手権大会に東京クラブのメンバーとして馬して優勝している。翌年も。1956年、ウェルボルンオリンピック日本代表に選ばれた者の,の下痢を発症し、隔離病棟に拘束され、その間にチームは1試合で敗退した。 1958年、東京アジア大会日本代表。1959年、28歳の若さで、小賀電工のプレイングマネージャーとなり、同年実業団、都市大工の2冠に輝いた。翌1960年、小賀電工を実業団チームとして、初めて天皇杯を制覇、日本一に導く。それまでの学生サッカーの時代から、 社会人サッカーの時代の始まりだった。さらに、翌1961年は、史上初の三冠、全日本、天皇杯、実業団、都市大公を達成しこの年新設された、第1回日本年間最優秀選手賞、フットボーラー・オブ・ザ・ヤーを受賞した。親分肌かつ人柄の良さから、長沼の周りには、自然と人が集まってきたと言われ、長沼が、感覚、中大、 小賀電工と移ると共に日本サッカー界の勢力地図が塗り替えられていき、古川を競合にしたことによって、八重樫茂雄、宮本正勝、川淵三郎、木本京さん、清く萌え順、岡田武志らの地の重要人物が小返りすることになった。彼らは長沼一家と呼ばれた。小賀電工サッカー部士は、長沼が古川に入社してなかったら、歴史は変わっていただろうと書いている。 この頃フィルカワのプレイングマネージャーだった長沼は日本代表入りを辞退し続けたと言われ代表出場試合数は多くはない1960年に来日したデッドマールクラマーが長沼の指導者としての能力に目をつけ強引に代表試合に出場させたと言われている1961年11月28日対ユーゴスラビア代表1962年 この頃のサッカーは全く人気がなく日本代表の監督といえば、ある程度の年配者が当たり前だったが、同郷で当時日本サッカー協会会長だった、のつけんが大英断下し、まだ現役選手でありながら33歳で日本代表監督、コーチ、岡野俊一郎に抜擢される。これは日本サッカー近代化のスタートだった。百六十二年十二月九日に行われた、 日本代表対スウェーデン戦抜戦が、当時まだ30代前半だった、長沼監督岡野俊一郎コーチコンビのデビュー戦で、同時に最古のサッカー、日本代表のサポーター組織、本サッカー協会のデビュー戦でもあった。身体成果では、クラマーが技術面や戦術面でチームを牽引し、岡野がそれを補佐。そして、人望の厚い長沼が選手を束ねるという的確な、 役割分担が機能し、日本代表は短期間で見違えるような進歩を遂げた。当時の日本代表チームは、東京に本拠を置く、丸の内五三屋の東のグループと、東洋工業と八幡製鉄の広島出身者を中心とした西のグループとあって、お互い仲が悪かったが、長沼が広島出身で西のグループにも崇拝されていたため輪が保たれたと言われる。長沼は、 日本代表監督として1964年東京オリンピックの対アルゼンチン戦での勝利は日本に空前のサッカーブームを起こし1968年メキシコオリンピックでも銅メダル獲得の偉業を達成した。長沼と岡野は二人で代表選手の所属チームとの交渉、スカウティング、マッチメイク、広報活動等を行い代表チームの強化とサッカー普及に尽力した。 クラマー・長沼・岡野の共同作業は、ほぼ何もない土地に種をまき、開花させることに等しかった。クラマーの提案を受け1965年から、発足した日本サッカーリーグの創設にも、岡野、西村翔一、重松義則らと尽力。長沼はこの時も、まだ現役選手だった。クラマーの提案は、ドイツの北部、南部、 西部3リーグ制の地域リーグであるレギオナルリーガを想定していたが新幹線と在来線を乗り継げば全国リーグができると反発したのは長沼たちだったという。アマスポーツの全国リーグは初めてのケースで他の競技団体からも大きな注目を浴びた。アイスホッケー、バスケットボール、バレーボールの全国リーグが翌年から追随した。 JSL 創世期の苦労は現在とは比べ物にならないほど過酷なもので、広島などへの遠隔地への試合では、我々には夜行列車がありますと車両に差し支えると渋る会社と交渉。週末に移動し、日曜に試合をこなし、夜行で帰り月曜の朝、東京駅に着くとそのまま丸の内の会社に出社し、仕事をした。部員には、絶対に寝るなと釘を刺したという。 リーグが始まって、社内でも、いくら何でもかわいそうだという声が出て、月曜の午前中は、休める会社も出てきた。それが、セミプロ化への流れを作ったのではないか、と、長沼は話している。その後フルカーは、サッカー部を廃部するという時期があったが、長沼の存在があったから、廃部を救えたという。1966年、日本代表を連れヨーロッパ遠征中、 せっかくだから選手にワールドカップを見せてやろうと、ドーバーのインド人が経営する安宿に泊まり、ワールドカップイングランド大会を自身も発冠。またドイツ遠征中、アディダス社のアディダスラー、アドルフ・ダスラーに代表選手のシューズを作ってもらう。これが現在、キリンビール、キリンビバレッジと両輪で日本票を支える有力スポンサーアディダスと協会との長きにわたる。 付き合いの始まりであった。また、長沼は、高年キリンビールのスポンサー獲得も実現させている。天皇杯の決勝戦が、元日国立競技場開催になったのは、明治神宮に250万人の参拝客が来るので、初詣で帰りの1%でも来てもらえないか、と試案して変更したものという。1969年、日本で開催された、 f ファ a AFCJF 共済コーチングスクールでクラマーの助手を務め取得。1970年、のつのお供でワールドカップメキシコ大会を視察。この時はロイヤルボックスで観戦し、当時の国際サッカー連盟会長、スタンディー・ラウスから話が出たというワールドカップ日本招致の話をのつから聞く。ワールドカップ日本招致をのつに進言したのは長沼だとも言われるが、 長沼は反対していたとも言われ、この辺の経緯は不明。1960年代から海外遠征時にサッカー協会には内緒で試合のギャラを選手に還元していたという。1972年、日本宗教協会技術委員長。1974年、同理事となり、協会の法人化、財団法人日本サッカー協会に名称変更にも奔走。 日本代表監督は1976年まで歴代最長の11年間式を取った。この頃の代表監督は契約でなく、協会の組織の中の役職のため、無報酬だった。代表監督を退任したこの年、医者ののつけサッカー協会会長では、将来が望めないと、岡野、茂松らとのつ会長イコールをのタクシ専務、理事体制の刷新を画策。 三菱化成工業、現、三菱科学社長だった、篠島秀夫に、会長就任を要請した。しかし、篠島が1975年休成したため、篠島から推薦されていた、平井富三郎、元、新日本製鉄社長を新たに担ぎ、野津会長の後継とした。自身も、専務理事となり、平井会長イコール、長沼体制として、実質的に、 日本サッカーのリーダーとなる。平井はサッカーには明るくなかったが、平井を迎えたのは、財政の確立が、市場命令であったためで、財政の確立を、平井会長に進言したのは、長沼である、長沼が大会社のトップを間近に見て、経営の心得を実地に学んだことは、大きな意味を持た。これらは、サッカー誌などで、76世編、長沼のクーデター、無血クーデターなどと呼ばれている。 抜けクーデターというのは、この交代が揉めずにすんなりを行われたため、のつらも世代交代の時期と考えていたのではと言われている。長沼がリーダーとなったことで、半世紀以上も続いてきた大学リーグ中心のサッカー協会が、日本リーグを中心とする社会人チームの係者の手に移るという大きな分岐点であった。また、丸の内後三夜の影響力がさらに強まることとなった。 長沼は、平井富三郎、藤田静雄、島田秀夫と三代の会長を立てながら、実質的に激動期の改革を主導した。この頃、早稲田大学の同好会で、サッカーに興じていた岡田武史を呼びつけ同大学集級部に入部させたという逸話も残る。鴨モアマの日産自動車サッカー部監督就任は、長沼らの仲介によるもの。また、 教会の運営を円滑に進めるため、古川の経理部門にいた小倉順次を抜擢した。小倉が国際派となるのは、1981年に小賀電工のロンドン支店に転勤になった小倉に、長沼が日本サッカー協会国際委員、在ロンドンと書かれた名刺を持たせてからである。当時の日本サッカー協会には、財源確保という大きなテーマがあった。 長沼は、フィファや欧州のクラブ組織を参考に、以下の3つを柱として、協会の組織改革する。同年、組織的に選手を発掘し育成する、ナショナルトレーニングセンター制度を発足。この年電通から持ち込まれた、ペレの引退試合を国立競技場で開催、監修6万5千人を集め、国立競技場が初めて満員になったと言われ、7千万円の純益を出した。 協会が手掛けた初めての大きな工業で、1978年から実施した個人登録制度導入と合わせ以降、日本サッカー協会は赤字体質から脱却した。この年を境に、協会は一度も赤字になることはなく、J リーグ発足直前には40億円の金があったと言われている。同じ年、全日本少年サッカー大会をスタートさせ、 全国高等学校サッカー選手権を国立議場での決勝など首都圏開催へ移す。また、日本体育協会にこれも先じて長沼が企画して始めたコーチングスクール開催、また、協会の有力スポンサー、後のトレーニングセンター建設などでユース世代の指導がスムーズに行われるようになった。日本でもコーチのシステムを作った方がいいというクラマーのアドバイスを受けて、 コーチングスクール開催等、それを具体化したのは全て長沼だった。岡野は、財政が豊かでない時に、とにかくやらなければ、将来の日本はないんだということで、スタートさせた、指導者を、きちっとしたシステムの中で育てていかなければ、いけないんだというのが、県産の一番大きな功績だったと思いますと、述べている。また、教会の有力スポンサーに、キリンビールがついたのは長沼が当時、 原宿の教会の部屋の窓から線路を挟んで目と鼻の先にかつて本社のあったキリンビールにああいう大きな会社に支援を願いできないものかと試案したのが始まりである。1978年から初めて当初赤字を出したジャパンカップのスポンサー探しにキリンビール社員で審判員だった久保田修一に案件を依頼。久保田の尽力で 長沼は、岡野と共に代理店なしで、当時の同社、小西秀次社長に、自家団判主館スポンサーを実現させ、同大会は1980年第3回大会から、キリンカップサッカーと、名称変更となった。インターコンチネンタルカップ、トヨタカップ、日本開催実現にも協力する。1977年、セルジオ・エチゴラの提言を受け日本ミニサッカー連盟へ。 現在の日本フットサル連盟発足。1981年に日本代表監督に就任した森浩治の要請に応え、それまで勝利球は愚か日東さえも出なかった代表チームの報酬金や宿泊ホテルを改善。これは1983年から韓国系リーグが始まり、韓国代表選手に金銭的手当が出るようになった影響がある。 1983年、木本の,の JSL 事務局長を抜擢に尽力した。1984年、日本のサッカー開発の引退試合、鎌本国重引退試合、ヤンマーディーゼル対日本サッカーリーグ選抜、国立競技場開催に尽力。1987年、日本サッカー協会副会長就任。同年、エリザベス2世が名誉総裁を務める。 イングランドサッカー協会に習い、高窓の宮のり新能を名誉総裁に迎える。1989年、フィファに2002年ワールドカップ開催の意思を伝える。森健二、石井義信、木本沖蔵らと、後に川口が中心となって進めたプロ化推進では、難色を示す長老が多くこのままでは頓挫してまうと、判断、長沼は、協会内に、 プロ化検討委員会の設置を提案し自ら委員長、プロリーグ対策本部長に就任、プロ化反対派に対する防波堤となり川淵らを強力にバックアップし、J リーグを実現させ、白報道が J リーグを手掛けることになったのは、長沼からのリンクであるという。また、愛知県は当初、J リーグ参加に難色を示していたが、地域性から全国リーグの格好がつかないと、 トヨタカップで付き合いのあった、豊田昭一郎に熱弁を振るい、トヨタ自動車の出馬を、混成、さらに、名古屋グランパス8から、企業名を外させたことも極めて大きな意味があった。1991年、川淵を日本代表協会委員長に抜擢。日本代表の W 杯出場への挑戦が、現実的な目標となったのはこの時から。1993年、 日本体育協会会長代行。古川での出世のチャンスを拒み長らくサッカー、協会会長職も誇示したと言われる。関係者が皆、県産の頼みは断れないと口を揃える来楽型の親分肌で知られ、長沼は1994年64歳で、ようやく日本サッカー協会会長に就任。日本代表監督経験者としては初の会長就任となった。 その後、ハンス・オフとパウロ・ロベルト・ファルカンの将兵、そして1998年、フランス W 杯予選途中でのカモア・マネ、監督・鋼鉄、岡田コーチの昇格を営断し、ジョホールバルの歓喜、日本サッカー悲願の W 杯初出場をもたらした。また2002年日韓 W 杯招致では、世界30カ国、延べ75万キロ、 地球1996年5月31日、2002FIFA ワールドカップの日韓共催が決定し、直後に試算した結果、2カ国開催によって収入は半減、支出は不変となることから2002年日韓 W 杯は赤字になると見込まれ、その赤字の補填のために日韓 W 杯の収支資産が出た直後から、 JF 内で資金を貯めていった。1997年、JF は、協会設立75周年を機に、JF ワクションプランを策定した。その中に、当時 JF 会長だった長沼は、自前の JF ハウスを持つと明記した。もちろん、長沼もすぐに実現するとは思っておらず、遠大な目標のつもりだった。ところが、実際に、日韓 W 杯が終了すると、 日本 W 杯組織委員会は約130億円の黒字を計上した。その黒字の一部と JF が日韓 W 杯の赤字補填に備えて貯めていた資金を合わせて JF は山陽電気株式会社が所有していたビルを2003年に購入した。この時、長沼はすでに JF 会長ではなかったが、長沼が遠大な目標として JF アクションプランに JF ハウスを持つと記してからわずか6年後に目標が実現したのだった。同年9月、この日本サッカー協会ビルに JF 事務局が移転し、同時に日本プロサッカーリーグ、J リーグ、日本フットボールリーグ、日本女子、サッカーリーグなど国内のサッカー事務局や関連企業も都内各地などから移転し、同年12月22日に2002年 W 杯を 記念した日本サッカーミュージアムを開設した。困窮の時代のサッカー協会を切り盛りしてきた長沼にとって JF ハウスは長年、いつかはとい抱き続けた夢だった。戦後日本サッカー史の歴史を変える局面全てに立ち会い、しかも重要な役割を果たしてきた人物。長沼の人生は日本サッカーの苦悩と葛藤のクロニクルそのものであった。 デッドマール・クラマーは、私は日本サッカー界に偉大な貢献をしたと言われますが、それはとんでもない話。長沼の方が、はるかに素晴らしい人でした。私はあくまで招待された、アドバザー。銅メダル獲得には、長沼の貢献の方が大きかったと話している。スポーツ報知は、今でこそ、サッカーは、野球と並ぶ人気スポーツの地位を確立したが、長沼は、 その礎を築き上げた最大の功労者と評している。フランス W 杯予選前に川口に任命された加藤久志協会委員長が加茂監督ではアジア予選を勝ち抜けないとして同監督を更迭し公認監督をネルシーニョに決定した。当時の JF 規定では協会委員会が日本代表監督の評価を行うと明記されていた。契約交渉は 最終段階に入り、残りは条件面を詰めるだけになっていたのにもかかわらず、W 俳優寺運動から帰国した長沼は、鶴の一世で、鴨族党を決めてしまった。さらに、その決定過程を記者会見でうまく説明できなかったばかりか、鴨でフランスに行けなかったら、辞任すると、ことしたものの、鴨公鉄児に自らは、会長職にとどまった。 さらに契約交渉の最終段階で日本代表監督契約を突然白紙撤回されたネルシーニョが日本サッカー協会には腐ったみかんがいると長沼避難したことも物議を醸しマスメディアを大いに賑わせた長沼が専務理事だった1984年に当時日産自動車を率いて日の出の勢いだった漢学の後輩 カモを日本代表監督の候補に挙げながら、はしごを外した借りがあり、1992年のオフト昇兵の際も、川口協会委員長のオスオフトよりカモを抜擢したかったと言われる。また、日本単独開催を目指していた W 杯が政治的妥協の結果、韓国との共催となり、韓国に情報しすぎたことも、当時極めて強い批判を受けた。 これら一連の出来事により、1997年から1998年に、かけ、長沼は特に若年のジャーナリストと彼らを支持する、ファンからの厳しい批判にさらされ、競技場で大きなブーイングを浴びることもあった。1998年に、サッカー協会会長職を岡野に譲って、同協会名誉会長となり、日韓 W 杯終了後に最高顧問となった。 晩年は、スポーツ界全体の振興にも力を注ぎ、日本体育協会副会長として、地方の大会にも、こまめに足を運んだ。また、日本スポーツ少年団本部長、日本フットサル連盟会長、埼玉スタジアム2002の馬場などを務め、知的障害者サッカーの普及などにも奔走した。1997年、南米サッカー連盟大勲位特別継承受賞。 2004年、朝日中受賞受賞。2005年、日本サッカー殿堂委員会委員長、及び、第1回日本サッカー殿堂。2008年6月2日、前年から患ずらっていた肺炎のため成長。この日、横浜国際総合競技場で行われた、FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会アジア3次予選の、日本対オマーン戦において、 長沼の死を痛み試合開始前に黙祷が捧げられ、日本代表の選手たちは腕に模章をつけてプレーをした。試合は参加ラレーで日本が勝利を収めて長沼への手向けとした。なお、長沼はこの揮を取った監督岡田武史海の親でもあった。日本政府も多年にわたる長沼の日本スポーツ界並びにサッカー界への功労を評価し、 2008年7月1日の閣議で長沼に45位、聖5位、ジョイ日付は、死去日の6月2日付を真珠することを決めた。また、同年11月には、アジアサッカー連盟から、生前の功績を称えて、アジアのダイヤモンド賞が贈られている。日本サッカーリーグ、コールスパンイコール4日本、コールスパンイコール2リーグ戦、コールスパンイコール2、 コールスパンイコールに天皇杯。コールスパンイコールに期間通算198。コールスパンイコールに1 9 8コールスパンイコール九1954210021通算。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。